確か浅いんですよね。うん、浅い、めちゃめちゃ。左。うん。木幡、ちょっと左。そうだね、それがいいね。で、100切り、あ、80切り。どこ目指すんだ85切り、このコースでもいいな。距離短くていいですね。うん、そうね、短いかも。そんな長くないですよね。うん、長くない、そんなに。長いコースはないから。オッケー。よいしょ。じゃあ距離出てない。ハッセンプラ。ねえねえ、左手で構えたら最初。最初からやって。素振りしました。って右手で今合わせたじゃん。右手で持って合わせたじゃん今。はい、じゃなくて左手で合わせたら。そうそうそう。で肘伸ばしてその時に左手。そう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 。それで合わせて。そうすれば一発で構えられるから。で、ちょっとこう右向こう、ずーっと右向くよ。そうだそうだ、オッケー。ここでまっすぐ上げて、おーい。ほら、でバッチリで乗ります。グリーンさん乗るんかよ。215。打ち上げ入れて、そんな打ち上げ大したことないんだ。言うね、最近言うようになったよね。ほら、大したことないって言わない、過信しない、はい、過信と自信は違います。オーケー、超いい、最高。これで届かないですけどね。いいじゃん。いいっすよ。ナイスショナイスショ。うん、次行こう。いいね。なんかそっけない感じになりますね。次って感じになるとね。そうね。でもいいんじゃない？そう。うん。うん、落としたら？あげる。あげるね。何そのさ、教育やめてくれる？ね、逆ですから。マジで。超えろ超えろ。うわー、いっちゃった。欲しいなー。エース欲しいな、あれはな。さすがに。欲しいな、さすがに。クラブチェンジで。なんでそんな頑張るの？そんな頑張るんだったら52でいいよ。なんかさ、何を持って頑張ってるって言ってるかというと、右膝がすげえ動くんだよ、インパクトの時に。右膝、うん、伸びるの、ギャンって。そう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 、伸びちゃう、それが。それ動くことによって打点がずれるってこと。確かに最下点がずれるから一ショットにつながる。52度とかでハーフスイングとかで打った方がいい、ね、うん、そう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 、軽く打った方がいい。だってなんでか分かりますか、それは。え、分かんないです。感じてください、今。もう一回言ってください。感じで今、何かを。52度で打つ理由？うん、52度で打つ理由。なんで？ミスショットが減るから。まあ、それもそうなんだけど、今感じて何かを。風。ピンポン、風はどっちから吹いてますか？ですよね。58度で打ったら上がっちゃうじゃん。上がったら止まるじゃん。風吹いてたか。ここで北島康介いらねえから、マジで。オーケー、ナイス。いいんだ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 。出たじゃん。いいんだいいんだいいんだ。なんだろうな、なんかこういう無風から風が吹いたりとかさ、感じてくれるようになるにはいつできるんだろう。まあ、私が小学生とか中学生とか高校生で学んできた野生の勘を今教えてんだけどさ。おお、いいじゃん。あと2回。おお、いいね。あと1回。しっかり集中して。オーケー、ナイス。確実だね、今回は。
タッチが試されるロングパットでございます。グリーン選手はパーパットでございます。まあ、タッチが合わせられたら上出来かな。全然合わねえ、全く合わねえ。なんかテイクバックうまく引けなくなったんですよね。なんで最近わかんないです。手前に引けば、手前にうんこうか、そう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 、あこっちの方が引きやすいかも。そう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 、ナイスナイス、いいじゃん。こっちの方がいいかもしれない。うん、僕つけてからこうやってやるんですけど、うんうん、あんまりつけない方がいいのかな、パターって。いや、つけた方がいいよ、フェースが安定するじゃん。だからこうやった時に、ね、ここもブレるんですよ、ブレブレなんですよ、こっちに上がったり。あ、気になるん、それは。そうなんですよ。あ、気になるんでしたら丸太にした方がいいですよ、本当に。あ、そうなんだ。あの、そうなんですよ、私もそうなんですけど、やっぱりテイクバックでものすごく試合の時気になるんですね、はい、それ気にしだしたら悪くなるんですよ、はい。なんでそれを気になるんだったら、あのピンタイプじゃなくてマレットタイプにしてあげた方がとっても合います。距離感ももちろん合うし。マレットの営業の方です。あ、そうなんです、はい、直進してもすごくいいし。あ、絶対あなたにおすすめですね。はい、結構最初からマレット型がいいって思ってました。僕も思ってたよ、うん、オッケー。だって買いたくねえって言ってた。買う、うん、買う動画。それなんだっけ、遠足の歌なんだっけ、知らない。いや、聞いたことあるんですけど、ね、うん、言っていいですか。すいません。やっぱり今離れすぎ。俺も思った。なんで思ったらやらない。だよね、バカだね、タコチンが。遠かったなと思った。今そうでしょ。だな。おー、いいね。オーケー、ナイショーイ。いいね、力強いよ、左に行くのは。止まれ。行っちゃったな。まったな、まあ、いいや。あ、前出たの。あ、出た。前出た。よかったよかった。あと左。普通でいい。はい、傾斜は？左足下がり。ですよね。つま先上がり。はい、なんで傾斜通りに立ちましょう。はい、そうです、そういうことです。左足体重、ほら抜けた。まあなるよね、しょうがない。 そこアドレスして、アドレスして、であっち向いてた時にさ、そうやってないよね、胸上げちゃってるじゃん。そう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 、そうやってやってんのよ。それがダメだよって言ってるの。こっからこうか。そう。え、むしろもうちょっと、このまんま、このまんまこう。ちょっと下から覗き込むような感じ。うん。うん。そうだよ。これ何が違うんですか。胸。あ、このままの状態で見れるってこと。そう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 。だから目線だけずらせばすぐ戻ってこれるじゃん。けどさ、こっからこういう風に上げちゃったりすると胸が上がるじゃん、こういう時に。また戻るのに戻るのに、戻りきんなかった時にトップしちゃったりとかするわけよ。で、なんかちょっと遠いかな、まあいっか、ドンみたいなで打っちゃうから、トップしたりダフったりするわけ。確かに、これ見たことないわ。でしょ、そのアングル見たことないでしょ、はい、パターもそう、パターもこのまんまこっち見るの。へぇ、こっからこうやって見ちゃダメなの。ちょっとでも胸が上がった瞬間にもうダメだから。パターだったらこうか。そう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 、まあ、それは見れてるけどね。アイアンは違うよ、全然。アイアンとドライバーはもう完全胸が上がっちゃってる。勉強、そういう話、一つ勉強になりました。はい、それがなんか上級者なのか初心者なのかみたいな。なるほど、はい、おい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 でも出てきた、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 出てきた。そう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 、そこ変わってない位置。いいね。
ダメだ、やばい、そう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 、やっちゃうね、もう一回外して、はい、で一回見て終わり、まあ今も頭上がってたからね、うん、 OK ナイス、今のであれかっていうのを分かってください。でデータ通り全部。あ、右肩後ろ下げてね。はいどうぞ。うん。右肩ちょっと後ろ下げて。オッケーそこ。オッケーナイス。当たってるちゃんと。お、いいねいいねいいね、おーナイス、あと2回、うまい、おいナイスねえねえ、グリーンにさそのマレット貸してあげて、はい、前前こうやって、あ、こうやって、違う、こうこうか、あ、こう、そうそれ、あ、こうやって打つの、そうそれで構えるので、もっと真ん中で構えて、オッケー、そこ。打ちやすい。ナイス。打ちやすいわ。スタート。あ、そう。これ打ちやすいと思う。そういう風にして、マジで。本当に。まあ、クラブをちょっとパターだけ変える方向で。そうですね。行きましょう。あと5番ウッド入れるイメージで。はい。行きます。ホワイトは200球。グリーンは150球以上打てば OK です。 OK です、はい、それ終わるまで帰れません、はい、帰れません、はいはい、クソつまんないショットをいっぱいやってきます、はい、からそうそう、手は下手は下で、右で送って右で送って、そうだ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 、ああ早く地面につけるっつってダフってどうすんだよ、フルショットなんかやらせないよ、はい、死ぬほど打ってください。最初からバレット型がいいって思ってた、思ってたよ、うん、買いたくねえって言ってた、買う動画。